皆さん、こんにちは。ライジです。アドラー心理学でね、共同体感覚っていう考え方があるんですけど、まあ、すごくわかりやすく言えば、共同体、まあ、コミュニティに属してる、所属してるっていう感覚ですよね。一員であるって感覚。で、少し分解してみるとね、まあ、3つとか4つの要素に分けられるんですけど、まあ、4つの要素で考えてみましょうか。コミュニティに所属している感覚っていうのは、自分が所属感、なんかコミュニティに所属してるっていう感覚があるっていうこと。で、所属感っていうのは、まあ、要は自分にはいつでも居場所があるってことですよね。だからなんか結果出してるからとか、優秀だからとか、人に比べてどうだからとかね、元気だから、そういうの関係なく、どんな状況でも自分のいる場所がある。これが所属感、この感覚ね。それから次、この共同体の人たちを目の前にね、イメージした時に、あ、自分は自分で OK だな、自分は自分でいいよなって思える。これが自己需要感ですよね。で、この感覚。そして3つ目、他者信頼ですね。なんかこの人たちは信頼できるね。で、信用っていうのはなんか根拠があるんだけど、信頼っていうのは根拠なくね。で、なんか分かり合えるだろうとか、協力し合えるだろうとかね。で、それぞれはそれぞれでいいっていうふうに思える感覚ですよね。で、4つ目が貢献感。何か自分は、この人たちのなんか役に立ててるとか、このコミュニティの役に立ててるっていう実感ですよね。で、まあ、これが例えばそれぞれ配点が10点ずつだとして、で、4項目40点満点で、今自分がね、例えば所属しているコミュニティ、これは家族でもいいし、それから会社でもいいし、地域コミュニティとか、なんか勉強会みたいなものでもいいし、なんかそこにね、何点ぐらいその感覚を感じられてるかなとね、40点ほど点数つけてみてたらいいんですよね。で、この点数が高ければ高いほど、そのコミュニティにいるとき自分は幸せであると。で、して、そしてね、幸せだっていうだけじゃなくて、これが高ければ高いほど、その勇気が湧くと。それはそうですよね。自分にはいつでも無条件で居場所があって、自分は自分で OK で、信頼できる仲間がいて、そしてちゃんとそこの役に立ててるっていうのがあればね、なんかちょっと大変なことがあっても、よし、じゃあ自分でやってみようってなったりとかね。で、粘り強くこのやり続けることができるっていう、まあ、そんな考え方ですよね。だから、その共同体感覚っていうのが上がると、幸せでもあるし、そしてエネルギーが湧いてくると。ね。で、こういう非常に重要なものを共同体感覚と呼んでるわけなんですけど、で、さっきみたいにね、採点してみると現状がわかるし、そしてじゃあ言ってあげるためにね、何ができるんだろう。例えばこの人にありがとうって言ったらね、何か、この人が喜んでくれる、ね。で、なんかこの人もなんか自分にありがとうって言ってくれる。そしたらなんか自分も自己需要上がるし、他者信頼も上がるしとかね。で、なんか誰かにお願いしますとか言ってみると、その人がやってくれたらね、なんか、自分も所属感が上がるしとかね、他者信頼が上がるしとかね。で、自分もなんかお願いしますって言われて、お願いされて、なんか答えて頑張ってやったら自分も貢献感上がるしとか、ね、自己需要感も上がるしとかね。で、だからなんか、ちょっとしたコミュニケーションでもね、この4つのうちの何かが上がったりして、そうすると他のものも上がったりして、ね。で、こう、だんだんと自分が居心地のいいコミュニティになってくる、幸せなコミュニティになってくる、ね。だから何をやったらどんな風に共同体感覚が上がっていくかとかね、ということを考えながらね、採点して、そして何か仮説を作って行動してみて、で、共同体感覚を上げていくってあると幸せになるし、エネルギーが湧いてくるってね。だから、例えば会社で居心地よくしたいなと思ったら、会社でね、今共同体感覚を40点で何点かなと、ね、満点、40点満点で何点かなと思って、1点でも上げる工夫をね、してみて、で、結果観察してみる。で、こういうことをね、やってみましょうってね、まあ、言うこと言ってんだけど、昨日から38期っていうね、クラスがスタートして、で、そこのね、スタッフみんなでね、なんかビフォーアートアフターで共同体感覚がどうやって上がったかなとか、そういうことやってるわけ。そうすると、ああ、そうか、なんかクラス中にね、スタッフ同士でこんな風に情報共有したりとかね、協力したりとか、助け合ったりとかね、で、こんな風にそれぞれが頑張ったりとか、自分らしくいたり、あ、そうするとみんな共同体感覚上がっていくなってね、そうするとますます居心地よくなるし、で、モチベーションも上がるし、チャレンジングになるしね。やっぱりいいねなんていうことを今日やってました。よかったら皆さんもぜひ自分の所属している共同体でね、まずセルフチェックしてみる。で、他にもやってみたいという人がいたら、その人たちともね、一緒に共同体感覚今どれぐらいかで、何したら上がりそうかで、一緒にやってみて、そしてそれがね、どんな風に居心地の良さとか、それからそこで生まれるチャレンジとか、その結果として生まれる成果とかっていうことに影響あるかななんていうことをチェックしてみてはいかがでしょうか。アドラー心理学は本当にね、使ってみるとね、効果があるっていうのは分かると思います。共同体感覚もね、ぜひ計測しながら、向上させていく、やってみてはいかがでしょうか。それではまた。